皆さんこんにちは。鶴戸の町県民リポーターの小澤です。今日私が紹介するのは林業の町鶴戸のが誇るダイナミックな作品チェーンソーアートです。役場産業振興課の深野と渡辺です。お二人にチェーンソーアートについて詳しくお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チェーンソーアートはチェーンソーのみを駆使して丸太などの木材からダイナミックかつスピーディーに繊細な作品を作り上げる、いわばチェーンソーの彫刻です。町では毎年チェーンソーアートのイベントも開催していまして、町おこしとしても一役買っています。役場の入り口にはたくさんの作品が並んでますね。はい、これらはチェーンソーアートの世界チャンピオンでもある木所啓二さんにお越しいただき、町内で制作していただいた作品になります。毎年干支にちなんで作られており、迫力ある、個性ある、あふれる作品で見る人たちを楽しませてくれています。それで今年は辰年なので龍なんですね。はい、これらの作品は古戸の町役場や道の駅古戸のお袋の駅に飾ってありますので、皆さんぜひ見学にお越しください。というわけで古戸の町からはチェーンソーアートをシェア。